姉さん帰ってきたのかな。姉さん、鍵はいつも持って出ろって言ってるだろ。あ、ごめん。大丈夫？あ、はい、大丈夫です。あれ、この制服、姉さんの学校の。こんにちは。私、小早川綾乃って言いまして、進藤先生のクラスで。ああ、やっぱり姉さんの。もしかして、あなたが自慢の弟さんですか？確かに、進藤美桜の弟だけど。進藤先生に勉強を見てもらいたくて。姉さん、まだ帰ってないけど、とりあえず、リビングで待つ？姉さんに何の勉強を見てもらおうと思ってたの？改めまして、小早川綾乃って言います。私のことは、綾乃って呼び捨てにしてください。あ、小早川さんね。綾乃で、いいです。ところで、勉強でわからないことがあるなら、教えるぐらいならできるけど。本当ですか？ぜひ、お願いします。それじゃあ、始めようか。はい。先生。まずは。実は、今日ここに来たのは、勉強を見てもらいたいからじゃなくて、先生にお願いがあって来たんです。俺に？はい、私、進藤先生みたいな胸になりたいんです。切実なんです。学園で進藤先生に聞いたんです。弟に揉んでもらっているおかげで、胸が大きくなっているって。はぁ！だから、